3歳から卓球を始め、4歳の時に、泣き虫愛ちゃんの愛称で、国民的アイドルとなった、福原愛さん。卓球を始めた3歳から、第一子を授かるまでの四半世紀は、生活のすべてを卓球に捧げていたと言っても、過言ではありません。この動画では、そんな福原愛さんの生い立ちと学歴をご紹介します。最後までご視聴くださいね。福原愛さんの生い立ち。福原愛さんは、1988年11月1日、宮城県仙台市に誕生しました。秋田県出身の父親と、宮城県出身の母親のもとに生まれた、福原愛さん。家族構成は、ご両親、10歳年上のお兄さん、福原愛さんの4人家族です。愛という名前は、福原さんが生まれる1ヶ月前に亡くなった、祖母、愛子さんにちなんで名付けられました。福原さんの父親は、仙台市内で、会社経営をしている方です。ですので、福原さんは裕福な家庭で育ったお嬢さんなんです。そんな福原さんは、生後半年でベビースイミングを始め、わずか3歳9ヶ月で卓球を始めます。卓球を始めたきっかけは、10歳年上のお兄さんが卓球をしており、元中国チャンピオンの個人コーチについていたからだ、そうです。はじめは、都内からコーチを月に何度か呼び寄せていたようですが、その後は、そのコーチを仙台に住まわせ、毎日指導を受けていたようです。卓球を始めた当時は、身長が足りず、ゴミ箱や缶の上に立って練習をしていたという福原愛さん。平日4時間、休日8時間という練習をわずか3歳から始めたという英才教育っぷりです。また、週末には、栃木にある卓球クラブに出向き、泊まりがけで練習をしていたそうです。このような英才教育をわずか3歳からこなす、福原さんも、すごいですが、その環境を用意する両親も、すごいですよね。4歳の時、初めて公式戦デビューを飾り、宮城県小学生卓球大会で優勝をします。そして、全国大会に出場をし、ベスト16にまで進出をします。この当時、小学生を相手に勝っていく4歳の福原さんの姿をマスコミは報道し、天才卓球少女としてテレビで知られるようになります。小学生大会にたった4歳で出場し、勝利を収めていくなんて凄すぎますよね。まさしく天才です。厳しい練習や泣きながら試合をこなす福原さんの姿を見て、泣き虫愛ちゃんとも呼ばれ、いろいろなメディアにも出演、一躍国民的なアイドルとなりました。ちなみに、出身幼稚園は仙台市白百合学園です。福原愛さんの出身小学校。3歳から卓球の英才教育を開始し、着実に実力をつけていった福原愛さん。小学校は、地元の仙台市立吉成小学校に入学します。小学校4年生の時、プロ宣言をし、大阪にあるミキハウスと契約を結びます。そして、仙台から大阪府八尾市に引っ越し、八尾市立東山本小学校に転校をします。小学校6年生で日本代表として大会に出場するようになった福原愛さん。ITTF ジャパンツアー一般の部に選ばれて、初出場で代表デビューを果たしています。福原愛さんの出身中学校。小学校卒業後、福原愛さんは、八尾市立東中学校に進学します。当初、中学校は、卓球の強豪校である、四天王寺中学校を考えていました。しかし、すでにプロ契約をしていた、福原さんは、全中やインターハイには出場できないという規定もあり、公立の八尾市立東中学校に入学をします。ですが、その1ヶ月後に、スポーツ名門校である、青森山田中学校へ転校をしています。青森山田はその年に、中高一貫校として開校したのですが、
卓球の専用体育館も設けており、ミキハウスに所属したままプロ活動をしたいという、福原さんの意向を受け入れたため転校を決意しました。ちなみに、青森山田中学校は、偏差値48の学校です。その後、福原さんはいろいろな大会や遠征にも出場するようになり、14歳の時、世界卓球選手権に出場します。そして、日本勢の中では唯一ベスト8に進出をするという快挙を遂げます。福原愛さんの出身高校。日本国内では敵なしとなっていた福原愛さんは、中学卒業後は青森山田高校スポーツコースへ進学します。青森山田高校スポーツコースは偏差値38の学校です。卓球選手として多忙な日々を送っていた福原さんは15歳の時アテネオリンピックに出場をします。メダルの期待を一身に背負った福原さんは残念ながら4回戦で負けてしまいますが、福原さんの試合はアテネオリンピックのトップ視聴率をマークしています。その後は所属をグランプリに移し、卓球王国中国での修行を積むことになります。中国にて実力をつけていった福原さんは、高校3年生で出場したワールドカップでは世界の強豪を次々と破り銅メダルを獲得。その後の世界卓球選手権でも好成績を上げ銅メダルに輝くという快挙を成し遂げました。福原愛さんの出身大学。高校卒業後は本人の希望で早稲田大学スポーツ科学部にトップアスリート入試により入学。住まいを青森から東京に移します。19歳の時には ANA と契約を結び、北京五輪にも出場します。2011年には、世界選手権に混合ダブルスにおいて、日本人としては34年ぶりの銅メダルも獲得。そして、メダルの期待を背負ったロンドンオリンピックでは、女子団体にて、平野さやかさん、石川佳純さんと共に出場し、日本卓球史上初となる、銀メダルを獲得します。その次の2016年リオデジャネイロオリンピックでも団体戦に出場し、2度目となるオリンピックのメダル、銅メダルを獲得、日本中を感動の渦に巻き込みました。ちなみに、早稲田大学は卓球に専念するために中退しています。福原愛さんの生い立ちと学歴をご紹介しました。卓球界の国民的スターでありながら、日本だけではなく、世界中にファンを持つ福原愛さん。出身校からも、生活のすべてを卓球に捧げていたことがわかりますね。プライベートでは、いろいろと、お騒がせのようですが、これからの、福原愛さんのご多幸を、お祈りしています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。あなたのご意見やご感想をコメントいただけたら嬉しいです。